セッションでは、日々ニュースコーナーや特集コーナーで、さまざまなニュースを取り扱っております。はい。改めて、それらを一ヶ月分、まるっと振り返りつつ。時間の都合で触れられなかったなというものから。ゲストの方の視点から、方に直したいなというものまで。いろいろと扱っていきたいと思います。はい。はい、リスナーの皆さんも、気になるニュース、まだまだお待ちしております。はい、間に合いますので、お寄せくださいね。宛先は。 S. S. Q. 五四アットマーク T. B. S. ドット C. O. ドット J. P. で、お待ちしております。はい。では。今夜のゲストをご紹介してまいります。まず、ジャーナリストの北丸雄二さんです。どうも、こんにちは。こんばんは、よろしくお願いします。すももお願いします。えー、北丸雄二さんは。 毎日新聞、東京新聞社会部を経て、1993年からニューヨーク支局長を務められ、96年に独立。2018年に帰国するまで25年間にわたり、ニューヨークを拠点に取材活動を続けてきました。著書に、愛と差別と友情と LGBTQ+, プラス言葉で戦うアメリカの記録と内在する私たちの正体などがあります。 続きまして毎日新聞論説委員の佐藤千代子さんです,よろ,いいすよろしくお願いしますで佐藤さんは1987年に毎日新聞に入社し1990年に政治部へ アメリカ同時多発テロ直後の2001年から2005年にワシントン支局第一次安倍政権の時には政治部官邸キャップを務められました2017年に全国紙で女性として初めての政治部長になられ2022年から論説委員を務められています、はい、さて今日はレスナーの方からたくさんメールいただいてますが、えーえー、その前にお二人にとってこの3月どんなニュースが気になったか北丸さんはいかがですか いろんなニュース相変わらずあって、うん、いやただ、僕は、ね、やっぱり、ね、ウクライナの,あのウクラ戦争が続いているのと、うん、もう一つはやっぱりガザに対するイスラエルの一方的と言えるような攻撃が続いてあの連日その、うん、本当に瓦礫の中に埋まっている人たちとか犠牲になっている子どもたちだとかもうガリガリの子どもたちとかの写真が、ね、SNS 上ではやっぱり容赦なく出てくるので、うん、何もできないのかなという気は、ね、ずっとしているんですよね。うん まあ日本もひどいですけどね日本のひどさというよりもまあ日本はくだらなさでも本当にでもイスラエルとガザの関係っていうのは本当にとんでもなく今大変な状況になってる抜け出しの暴力が日々流れ込んできてますもんね。 そのガザーについても運慮の,ウヌの、ね、資金拠出というものを再開するというこうした方針というものを、ね、あのこのタイミングで出していくとなるとどのタイミングで再開されるのかが次のポイントになってくるのでそちらも追っていいいきたいと思います佐藤さん、この3月、えー、気になるニュースなどいかがでしたか。 そうですね、まあ、自民党の裏金問題で、政、ま、隣、あ、審があの衆院に続いて参院でもやって、あと下村さんもやってってことですよね、政隣、はい、審が終わった後にまたなんかぼろぼろと、ここに数日で <laughs> いろんな話が出てきて、あれは何だったのかなと、うん、とにかく、まあ、明らかに不自然なね、まあ嘘をついてるって断定はできないけれども、うん、相当ちょっと怪しい政隣審の弁明でしたよね。うん、でやっぱり、まあ、それで今度 処分どうなるかっていうことも今問題になってるんですが全然物事が本当に進まなくてしかも政治家が誠実に対応してないっていう、はい、それともう一方で、まあとで話が出てくると思いますが例えば司法の現場ではねその結婚の平等、まあ、いわゆる同性婚のあのを認めてない今の、まあ、民法とかがまあ違憲であるっていう判決がね、うん、非常にあの特に札幌高裁が非常にあの画期的な判決が出たりとか、ねうんはい、やっぱり政治の世界だけが全然でよ まさかに追いついてないなっていうこの対象がね の裏金にも対応できないし、何も対応できないっていうね、政治の遅れっていうのがすごくやっぱり印象的に、今月、思いま風景がセットで自分に、なんだろうな、欺瞞に対する怒りを沸き起こさせるんですけど、今回、裏金をもらっていた、例えば安倍派の議員の方って、文科省系の議論に力を入れている方が多くて、人々はこうあるべきだ、道義的であるべきだ、こういった家族感を持つべきだっていう、そして べきを訴えるような方が多くて、はい、でその方々が多額の裏金というものを持ちつつ同性婚とか選択的夫婦別姓に反対でみたいな、うん、そうした振る舞いを見ると、うん、何が道徳で何がべき論なのか、うん、いろいろな今までの原稿というものについてもいろんな憤、まあ、りのようなものを感じたりはしますね。 どのの口でで言うのかっていうかい話ですよあるいはその口だから言えてたのかもしれないという感じはありますね。<laughs> うん、というのはその裏金もはじめとして例えば宗教右派からの,あのいろいろな教託とか指示とかそうしたものが重なっているような状況でということでありましたからねではまずは裏金の話がとにかく今日リスナーの方からも多かったですすラジオネーム菅持ち500さんからいいいつもあありりががととううごござざまます。 しつこいようですが、やはり自民党の裏金問題が気になります。岸田総理は安倍派幹部の聞き取り調査と称するものを、ここ、カッコになってるんですけどね、うん、行っているようですが、安倍派や二階派だけの問題に賠償化しているように思えてなりません。岸田派も安倍派や二階派と同じく会計責任者が立件されているのです。それにもかかわらず、岸田首相は、 事務的ミスの積み重ねという言い訳で済ましてしまっていますその間派閥の会長だった責任があるはずなのに岸田首相本人はなぜか人事のようです金額の大小にかかわらず政治資金の不正を働いた議員は全員処分を受けるべきだと思うのですがといいすうん改めて佐藤さんこの間の裏金問題どういうふうに見てますか そうですね。まあ、本当にまあ、岸田さんが何をやりたいのか、真相解明する気があるのかどうか、全くこう指導力を発揮しないので、とりあえずもう流れに任せて状況対応型にやってて、やっていてここまで来てしまった。 で、そうすると、生林心やってみたけど、まあ、岸田さんも、あの、かなり怒ってるって言われていて、あれだけ不誠実な対応をしてね。うん、で、じゃあ、今度どうするっていうふうになった時に、まあ、森さんの、じゃあ、えー、聴を、森喜朗さんの調子をするかどうかっていうところでも、岸田さんがするって言ってみたり、また弾いてみたり、ふらふらしてたりとか。しうるって言ってたんですよね。<え>あの、岸田さんはしうるって言ってたんですかしうる。そうですね。調査対象になりうる。しうるですかって言ったら、なりうるって言ってた <laughs> で、ね、んで二、ね、階さんに関しては、二階さんなんてもう3000万円以上の、その、うん 記載があった非常にまあ高額の記載があった、しかも二階派の会長であるということなのに、まあ、ご自身がもう今度次の選挙に出ません、引退しますということを言ったら、もう処分しないとかですね、うんはい、なんかもう基準も何もなくて、ぐちゃぐちゃになっていて、うん、それでもう党の執行部もガバナンスが今、効いてないから、まあ、あのその茂木さんと、まあ、あの岸田さんが非常に仲が悪いって言われてて、なかなか茂木さんがこの問題で機能しないって言われてますけれども、うんまあ だから森山さんというね総務会長が中心になっていろいろ回していらしてもう実質、森山幹事長みたいな言い方までする人いますけどそれでも誰も責任を取らない誰も党を回そうとしないでみんな先に押し付け合ってでどういう基準で何をやろうとしているのか誰も決めない流れにとにかく身を任せて世論の批判があるとそれに合わせてなんかやってみる先ほどリスナーの方からありましたけど岸田さんご自身も責任ありますよね。岸田立憲 されてるわけで元会計責任者の方が略式,起訴略式命令を受けましたよね。で、そうすると、まあ、岸田さんご自身が手を染めてたかどうかということは別にして岸田派の会長を直前まで、うん、彼は彼ってから岸田さんはやられててしかもそれすごく批判されてね、うん、なんで総理なのに会長やってるんだとしょっちゅう木曜日ごとに例会に行ってるんだって散々言われててもやっぱりその派閥を開けてしまうと自分の後、まあ林芳正さんとかが伺ってね の人に取られててしまうとかいろんなまあ警戒感があってずっと派閥会長、直前まであの事件が発覚する直前までやめなかったですよね、うん、そういうことを含めても岸田さんにも責任があるんだけど、さあじゃあ総裁をその処分するっていうと過去に例がないし大変なことになっちゃうんで、うん、<laughs> あの処分するって、まあ、内々にはある人に言ってみたり、いややっぱり処分はしないんだって、ねうん、ご自身のことも、ね、すごくフラフラしてらっしゃるし。 まあ、ちょっとなんか、ぐちゃぐちゃのです、ね、うん、ちょっとひどい状況になってる。うん、今、何の段階で、うん、次何をするための聞き取りをしているのか。<そ>で先日の国会だと今回の聞き取りは、真相究明のための聞き取りではなくて、政治的、道義的責任について明らかにするためのものであると。で国民に対しては、その聞き取り内容は、まだ途中だから説明をしないってなっていて、ね、じゃこれから説明するのかってなると、そのあたりもまあ、 ああやふやふな状況ではありますよねまあずっと調査をし,します、これからも聞き取ります、場合によっては聞き取りますとか、調査をしますといって、うん、説明をしないっていう、意、まあ、種の口実に使ってるみたいに見えてしまいますよね。うん、そうですね,そ,ねそもそもでも、うん、もう一回立ち戻らなくちゃいけないんだと思うんですよ、そもそも裏金問題とは何だったのか、裏金っていうふうに言われてて、きっとそれは選挙でばらまきったり、地元のボスに金をあったり、それ、うん、からいろんなところにいわゆる、 使えない普通に表立っては使えない金を裏金で処理していたこれが一つの疑惑だったわけですよね、うん、でそれがいつの間にかキックバックと呼ばれるようになった還付金と呼ばれるようになったそしてそれが改めて後付けでいわゆる収支報告書の中に入れてそして還付金として処理すれば政治調査費だから領収書はいらないから、うん、今までのいわゆる裏金として使ってたやつがなんとなくのただ 報告してなかっただけっていう話になってしまった。事務的ミスっていうところまで賠償化できる。それが一つの大きな疑惑としてあって、不信を招いてるわけですよね。そしてもう一つは、そこでいつも、あの、実態解明にほど遠いとかっていうふうに、えー、精神やなんかの時にも全部言われて、新聞の見出しにもなっていたけれども、うん、僕ね、ちょっと違うと思う。実態解明ほど遠いんじゃなくて、これは疑惑を、つまりさっき言った疑惑を払拭する。 もしくは否定するだけの証拠は彼らから提示されなかったっていうことが物事の本質だと思うんですよ。うんうん、つまり疑惑はほぼほとんど真相に近い形で彼らは否定できなかったということで、うんうん、それはね、だからそういうふうな形で受け止めるならば、これは例えば本来ならば証拠があればね、その検察が動いた、 かもしれないけど、みんなその口裏合わせるための時間も検察を与えてしまったし、まあ国会開催中でしたからね、うん、それもあったけれども、もう一つはだからその段階で私たちは、例えば今安倍派だけに限っている二階派だ、それから岸田さんだってっていうふうに言うけれども、おそらくね、これね、自民党そうなんですよ、みんなずっと。うん 例えば選挙で選ぶときに僕らはその選挙区選挙区でそのポスターの顔を見てさ、この人人柄良さそうだなとか言ってることいいな、な言ってることはものすごくかっこよかったりするし、ところが自民党ってさ、安倍派がずっと政策を握っていて、うん、まあ多数だったから。そうすると安倍派の言いたいことに全部闘議拘束がかかって、全部賛成するようになってる。うん、人柄も何も関係なしに自民党、つまり安倍派が 例えば、荻、え、原、ー、さんもそうだったしいわゆるその旧統一教会とか新党政治連盟だとかっていうところから、うん、いわゆる家父調整崩すないよとはっきり言えばね、はい、家族の関係いや、それは家族の関係とても大切だとは分かるけれどもでも彼らの言ってる家族の関係っていうのはそういうものではないそしてそんな、その中にその流れにおいて選択的夫婦別姓なんてとんでもないと,家,族が壊れると家庭が壊れるという形で全部政策が決まってきている。うん だからそこには人柄は関係ないんだよね、そしてまたそれがつながっているのが、いわゆるずっと見えに見えない形での家,家父長制みたいな家族制度、家族って言えば聞こえいいけど、ね、もうそういうことなんですよ、子ども長が子ども家庭長になったのも、そういうい経緯だったしこのような家として暮らしなさいという意味で、家族を大事にしなさいと言ってる、ね、だから片親はかわいそうだというふうな、そういうような見方が今でも続いちゃっている。う 今、キーワードありましたが、一つは裏金の方ですと、これやっぱり何に使われたのか分かんないし、そのお金を使った人が、実際上は議員資格をフェアな選挙では取れなかった人が今、議席についているかもしれないという根幹的な疑問ですね。 なので、その意味では、ある種の実態というのはも,もう解明できていると。うん、つまり、不透明な金を使っていた人たちが議員になってました。それについて説明できてません。じゃあ、もう十分です。あの、知り添いてもらいましょう。っていう段階であると。で,ね、で、もう一つの裏というのは、裏公約の話で、はい、要は、あの、政策協定などを各支持母体などと交わしているんだけれども、私たちは、どんなものを交わしているのか知らないまま、この議員は表ではこんなこと言ってるから、じゃあ、こんな政策やってくれるだろうと期待して一票を投じるんだけど、裏では、例えば同性婚に反対しますとか、 まあ反対というより、ね、慎重というんですよね、ねうん、彼らの言う慎重というのは絶対反対ということなので、と、うん、いうようなことに協定を結んでいるということが、まあ、明らかになり続けてきたというか、文科省がね、大臣がね、そんな半年間でもあったりしましたね、この点、改めて佐藤さん、いかかがですかそうですね、あのまあ、裏金の話でいうと、まあ、パーティー券収入のキックバックですね、別に表に記載すれば、うん、あのこんな大騒ぎになってなかった。そうそう なぜ、なぜわざわざ不記載にしたかっての不記載にするだけの理由があるからであって、<laughs> うん、まあ、選挙に使ったんではないかとか、あるいは地方議員をね、こう、仲間にするのに養うのに使ったんじゃないかとか、うん、あるいは派閥の中、派閥を、あの、議員を増やすのに使ったんじゃないかとか、結局自民党っていうのはどういう組織かっていうと、やっぱりお金で、 こう人、仲間を増やしていって、まあ、地方議員も含めてですね、お金で回ってる政党なんだなとで、そこにこの裏金がやっぱり表に出したくない、例えばあの人には、えー、10万円渡したのに、こっちには20万円渡したとか、そういうのを出したくないですよね、うん、別に違法な金じゃなかったとしてもね、うんうん、あんまり表に出すといろいろ支障があるってこともありますよねこれ <laughs> は10万かた、あいつは20万なのに<ー>というね、そういうことも含めて、いろいろ出したくない事情がいっぱいあるんだと思うんですよね。うんうん、やっっぱり自民党って で、お金で成り立ってる党だったんだなというのを今回、改めて思って、やっぱりそこが、それでいいんですかと、このままでいいんですかということが本来問われている、うん、あのそうじゃないもう、まさに政党交付金だって入って、透明化するということで90、1994年以降やってきたはずなのに、はい、実はもういろんなところに抜け穴があって、しかも裏金まで作られていて、うん、でもうお金でこう人間関係を作って、党制を維持するということをやってたんじゃないかっていうのを がまあってありますからね、うん、<の>そこをなんとかしなきゃいけないっていう話なのにのまあ適当な聞き取りやったり適当な政倫心やったりして処分して終わりにしようとしているとうん、うん、でこのあと多分ゴールデンウィーク以降はその政治資金規正法の改正っていうのが、うん、まあそっちに目が移っていくんですけどそれもなるべくちっちゃく収めようっていうことにうん、うん、そうすると結局。 また同じことの繰り返しですよね変わら自民党という政党の体質は変わらなくて、同じことが繰り返されるっていうことになる。ののだから岸田さんここはもう自分の再選をかもう諦めて、はい <laughs> で、森さんに怒られようが、うんああ、安倍派からソース感を受けようが、ここはもう戦後の一大仕事だと思って、やればいいんですよ、本当,ね、本当に自民党をね、<laughs> 立て直したい、自民党を本当に、えー、本州政党としてのちゃんとしたものに、はい、もう一回直したいって言うんだったら、はい やっぱ森さんに聞くべきだよね。うん、いそしてもう一回本当に、それこそ回答的な、はい、そのいろんなその改革をしながらね、そしてヒーローになれるか、なれないか、まあ、岸田さんにそれだけの胆力があるかどうか、別にしてもね、うん、そういうことやらないと自民党はだめですよ、ねうんで。今言っったそのお金で人間関係を作るっていうのは その中から親分子分になってくるでしょ。親分子分ってやっぱり家族なんだよね。家族っていうのはそれも疑似家族で、いわゆるヤクザの時代の、いわゆる任教の世界みたいな話になっても、任教してもそんなに綺麗なもんでもないし、義理だって言ったって、そこでの義理の問題なんていうのは本当にもう大変な裏の話も出てくるし、うそういう疑似家族みたいなところが、日本の今の全てのなんか、 悪いところの象徴になってしまっているような気がしますよね。悪いことの連続という点ですと、うん、この点も指摘いただいてます。はい、はい。ラジオネーム、新林亭林林さんからいただいたメール、どうもありがとうございます。私が今月気になっているニュースは、和歌山県の自民党の懇親会についてです。 恥ずかしい政治家の姿にも呆れますが、あの会の資金やチップには政党交付金は使われていないという釈明にイラッとします。よくそういう言い訳を聞きますが、自民党はこれは政党交付金、これは県連のお金。 これはキックバックで得たお金というように分けて保管しているんでしょうかどちらにせよ政治に有意義に使うべきお金を古いステレオタイプなおっさんの娯楽に使われ情けないです、うん、佐藤さんこれ産経新聞のスクープからでしたよね,よねはい、はい、この一見いかがでしょうか あのご飯で言われたそのお金を分けて保管してるんでしょうかということで言いますと、まあ、政治団体例えば県連だったらその県連支部みたいなところがそれぞれまあ公開一応報告書を出さなきゃいけないのであのそこではあのちゃんとこういうふうに使ってますということを、まあ、あのそれぞれ政党だったらまあ自民党だってあの本部と支部と、ね、いろんな各支部もありますけどそれぞれその組織ごとにあの公開するということをやってるんですがその中でじゃあ政党交付金はまず自民党 は年間今億ぐららいもらってますかね、うん、でそこから政党支部に割り振るっていうことをやるわけですよね、はい、でだから今回和歌山県連が、まあ、今回のこの懇親、えっと、会に関しては会費1人5,000円でしたかね確かに会費と、うん、あと県連の一般会計から出していてその政党交付金は使ってない政党交付金っていうのはあの税金がもともとですのであの税金は使ってないっていう意味で言ったんだと思うんですけどもそれは県連にも多分政党交付金 金からお金が行ってると思うんですでもそれは使ってないっていう意味かなと思うんですが、うん、それってあんまり意味がない説明で,で、ね、お金にまさに色はついてないのであの正当交付金もらってたらその分、うん、あの他のものにあのお金を使えるわけなので、うん、あのそこにお金政党交付金は使ってませんって言ってもあんまりこう意味がないあの単,単なる言い訳というか税金使ってませんよって言いたいがための言い訳であってでじゃあ何,何のお金他に使ってたかったらじゃあ党員党員の。 逃費であるとかね、逃費であるとか、あるいはパーティー券収入であるとか、うん、それ、それだって悪いですよね、十分そういうことをね、こう、ダイバーシティとか言って、ああいう、まあ、あの、ダンスショーに、あの、お金を使うっていうことは、あんまりいいことではないわけで、あんまりこの、その、言い訳が、本当に、あの、苦しいわけでよろしくないなっていうことと、その、分けて保管してるかっていうの、さっきの、まあ、だから、 これはまあなんなんていうか、ね、政党交付金これは懸念のお金っていうか分けてっていうよりもそれぞれにちゃんとあの報告義務があるとあとキックバックで得たお金っていうのはこのちょっと話の趣旨違うかもしれないけど今回あの専用口座で管理して使ってませんでしたみたいな人、はい、結構いましたよね写真で出,しに出,て出,しに出てましたとか, <laughs> したとかちょっとやみんなやばいお金だってやっぱり思ってたみたいで結構そういう人あの自民党の調査でそういうのがいっぱい出てきましたよね事務所の筆頭にやばいお金みたいで って尋常じゃない感覚だとあ、うんあのうん、事務所に置いてたとか現金で置いてたとか、うん、専用口座作って管理してたとかやばいと思って使わなかったとか、はい、あのちょっと話の趣旨ずれちゃうけれども、うん、そういう形でこれは別にしてた人が結構今回いたっていうのも明らかになったってことなんですけどす、ね、あと懇親会そのものの話でいうと,、えー、と自民党の近畿ブロック 青年局の近畿,ブロック、えー、と近畿ブロックの青年局、どっちの言い方が正しいですかね。あの、それで、ま、50人以上参加していて、えーだ、全員男性だったということで、やっぱりおかしいなと、あの、ダイバーシティをそのテーマにした会議の後、ダイバーシティ多様性をテーマにした会議の後の懇親会で、 なぜかそういう,もうのその懇親会でダイバーシティの話は出てんですかね出、はい、てないでしょうねあの人たちを呼ぶことが多様性だって言ってるのか、はい、<laughs> よく論理がわからないんですよ誰も質問したしたのかもしれないあんまり出てこないしねやっぱりまあね、うん、ここであんまり男性女性っていうのはよくないかもしれないけどやっぱり男性ばっかり50人以上というパーティーだ っていうのも、やっぱり、あの、一つ、理由だったかな。そこにいろんな人がいればね。あの、女性とか、いろんな性の人も、持ってる人たちがいれば、そういうことにはならなかったんだろうな。ってまさに、自民党の多様性のなさっていうのが、あの。今回の、こういう結末をもたらしたなっていうふうにも、思ってみてます。これ、あの。あの、なんだ。神戸大学の、バドミントンの、あの、同好会の。はい、はい。 あのノリを思い出したんですよ、ね、あ障終わるとかあのでガキなんですよつまりそれでまあね障子破いて天井に穴開けてキムチぶ,ぶち放したっていう、まあ、同じようなノリでやっぱ女の女,あの女性の、えー、ダンサーダンサーなのか分かんないけど、うん、まあーダンサーこの人たちも生計を立ててんだけども、ね、そういう人たちを呼んできてそれで。 口移しをしたりチップをパンツにパンツっていうのかなあれを下着にね挟んだり下着なのかあの水着なのか分かんないけれども全く同じのやっぱり男乗りなんですよねこれねでこの男乗りに対してその神戸大学の場合はなお若い子たちは、まあ、いろんな小学校もあったみたいなんだ旅館側は小た校もあったみたいなんですけれどもでもやってる最中にまずいと思わないのか まなまあ、自民党の方もやっぱりまずいと思った人がいるから、これ消してくださいって、ことで言うわけでしょうあの、スマホの画像やなんかで、外に出たらまずいから消してくださいっていうふうに言うやっぱり全て。 い,ていけたかっていうと、いけてはいないかもしれないけど、いやだなって人もいたでしょうね、もちろんいたでしょうね。それ自体がやはり、なぜそれがハラスメントと呼ばれうん、るのかっていうことの一つの理由で、うんうん、男性だったらこれを喜ぶでしょっていうことを、男性に求めるっていうこと自体も、一つのやっぱり暴力なんだっていうことそうですよね、そういう時代ありましたよ、例えば新聞記者だと男だけで集まると、さあ飲みに行こう、女の子にいるところに行こうみたいな話はあるし、うん、そういう男乗りが。 それだけじゃ男の意っていうものだけに対する反省っていうのがこの数年やっぱり行われてきてそれが全くさっきも さんおっっしゃったように自民党には届いてない、ね、全く、ね、影響してないんだなという感じはしますね,すねまあ一般企業だと、ね、やっぱり若手社員をお酒飲みに誘うのもすごく遠慮するというか気を使いますよね特にコロナ禍以降、ね、若手社員、あんまりも飲みに行きたくないって堂々と言えるようになったので。はいうん ちょっと無限にさなんかあんまり無理やみに誘えないなっていうそれが一般社会のこうなんとなく感覚なのに、うん、全然自民党だけ全然違う世界を生きてるようななんか驚きます僕ね一番最初の聞いた時に多様性って、まあ、吹き出したんだけれども多様性って言葉を奪われたなっていう感じがしたんですよ、うん、つまり多様性って何かというと女性たちだとかそれからその社会的マイノリティであるとかそれか描写であるとかそれから新償者もしくは性的マイノリティであるとかいわゆる 一教だったおじさん文化とか男文化に対して、いや、それだけの生き方じゃないよ。私たちも同じように生きてますよって女性たちが声を上げあ、あるいはその民族的社会、あの、人種的少数者が声を上げ、そして政治的少数者が声を上げて、いわゆる周辺に、周辺に追い込まれていた、追いやられていた人たちも同じように、あの、多様性として生きてるんだよってことを、 声を出して言い始めた。つまり多様性っていうのは、うん、その人たちの言葉だったんですよ。うんうん、それがあの、おっちゃんに言われた時に、こいつ何言ってんだと思った。うんうん、<laughs> てめえこの野やろと思いました本当に。ね、多様性って言葉まで奪うなと。で、その中で多様性っていうのは、だから対等性のことなんだと。うんうん、女性も対等、少数者たちも対等、民族的なその、マイノリティも対等。その対等性っていうのを多様性の規範としなければ、 多様性ってむずな何言ってるかみんな分かんないじゃない今、うん、言葉だけが一人歩きしてでも対等性なんだっていうことを覚えておいてほしいなと思いますね、うん、一つはそれまでの単数性要は人はあるいは男は女は。 こうあるものだっていう単数的な見方について、そうではありません。男性にも障害のある方もいればい、いわゆる、その、大和系とされない日本人の方も、海外ルーツの方もいて、単数ではありません。多様です。っていうふうにまあ言うための言葉であったというのが一つと、それからこれらは、現に言うまでもなく、すでに実態は多様で、法律に認められるわけでもなく、家族に認められるわけでもなかったけど、同性で恋愛をしたり、あるいはその生活を共にしたりする方はずっといました。急に多様性の時代になって、 だから現れたんじゃなくてそうした人たちを見落としてきたことを認めようっていうことで多様性ということが使われているだから多様性は何でもありの時代とか差別をする権利もあるだろうみたいなことではなくてく、ね、差別をする権利を一方的に行使されてきた社会について見落とされてきた多様性をすき上げるというその作業が今行われているということですよねそう権力のベクトルの一方性を 解除したんだよねまさにあのリスナーの方からいくつかメールいただいてますので紹介していきましょう、はいえー、ラジオネーム神の相棒総さんですすどううもありがとうございます今月のニュースといえば何といっても札幌高裁が同性婚を認めていない民法・戸籍法の規定を憲法違反であるという判決を出したことでしょう私も傍聴に行きましたが涙が止まりませんでした 当たり前が当たり前に認められることがこんなにも励まされるとは。また裁判長は判決言い渡し前、正確さに欠けるかもしれませんが、当事者にも分かりやすいよう伝えますといった前置きをし、性的思考という言葉を読み上げた時には、指に向くの思考ですね、と原告席を見ながら語っていました。 性的マイノリティの権利についてきちんと認識している裁判長だと感じられましたそれからラジオネームラクーさんありがとうございますありがとうございますゲイのリスナーです、うん、今月気になったニュースはいわゆる同性婚訴訟の札幌公裁判決です、はい、札幌地裁判決より踏み込んで24条1項についても同性婚を認めないのは違憲とした判決は勇気づけられました、うん 結婚というと幸せでウキウキなイメージを思い浮かべられるかもしれませんが結婚が本当に効力を発揮するのは病院、葬式、相続など不幸の場面で支えになってくれるものじゃないかと思います、うん、私たちはそれらの場面で赤の他人と扱われてしまうかもしれないことが不安だし悲しいのです私も50代になり27年連れ添ったパートナーも還暦を迎え、うん、いよいよ病気や死別が 遠い未来の話ではなくなってきました悲しい場面で泣きっ面にハチとならないよう早く同性婚が成立することを望んでますといただきました続いてラジオネーム犬のひるねさんからどうもありがとうございます国から犯罪被害者の遺族に支払われる犯罪被害者遺族給付金について 被害者と同性のパートナーも事実婚に該当し対象になり得ると最高裁で判断されたことに注目しました。同性婚が制度化されれば様々な場面で同性カップルの存在が前提の社会へと変わるはずです。そうなればこのような裁判を起こす必要もなくなるのではないでしょうか。 誰かの権利を不公平に制限したり負担を不公平に増やしたりしてまで守りたい家族のあり方って一体何なんでしょうかたくさんメールいただきました、はい、北村さんいかがでしょうかそういうメールが読まれるようになったね十年前にはそんなメールを出すこと自体もみんな怖がって、うん、自分たちがもう20年も付き合っている同性カップルとして存在しているなんてことを ここんんななとろでで言えなかったんですよね昔はね、うん、それが言えるようになったえ同時にですねあの宗ケさんっていう方ですか涙が出たとおっしゃっている、うん、実はね僕ね2003年の9月にたまたまニューヨークから帰ってきた時だったんですけども札幌にいまして札幌のレインボーマーチというのがありました、はい、700人ぐらいが参加してやっぱりそれこそ今みたいに多様性なんて言葉もなく同性愛みたいなことしかなくてねそれもおかーとか言われてたような時代の時2003年21年前ですよ その時に札幌の上田市長がいわゆる公的な人間として初めて札幌のテレビ塔の下で集まったそのパレードの後の人たちに向けて毎日毎日悶々として世間の目にさらされて悶々と苦しんでいる人たちを私たちは札幌私は札幌の市民の代表としてここに歓迎しますって言って。 言ったんでしょう、うん、それはいわゆる日本でおそらく初めて公的な人が公的な言葉としていわゆる同性愛者性的喪失者たちを認めてなおかつ歓迎すると発した言葉であったでその時にも泣いてたんだよねみんな周りの人たちが。うん、でもねもっと言うと実は94年97年に府中青年の家、うん で行われたあ府中青年のあいこれ何かって同性愛者の,あの団体がいわゆる人権団体が赤という今もありますけれどもね、うん、今もお中心になっている週ゲストに来ていただ、ねうん、その人たちが結局「あの府中青年の家」といういわゆる研修センターみたいなところに行って自分たちはゲイの,あの、えー、チームだと団体だということを言ったときにいろいろな一緒に泊まってた人たちから差別を受けてそしてその、えー、府中青年の,の職員の人たちが あなたたちが迷惑なんだ次からもう使わないでくれって言われてしまったんだよね、うん、その時にその赤は訴訟を起こしてで94年の段階で東京地裁が実はその段階ではねみんな一般的な社会ではね同性愛に対する理解も進んでないけれどもでも少なくとも都教委そこは都の教育委員会の管轄だった都教委みたいなそういう人たちはね職務をああの遂行するにあたって自分たちの現場にもいるはずなんだから。うん 実に細やかな配慮が必要だっていうふうに言って赤兄の勝訴にしたんですよ、うん。97年の交際でもそういうふうに同じように追認してそれで確定したんですよ。だから本当はね94年97年の判決が実は同性婚にも続くような平等つまり初めて異性愛者と同性愛者というのを性的思考の上で同列に並べた判決だったんですね。それからもうん 94年97年だからもう30年,30年近く経つんですよねそういうふうな形ででもやっとそれがねでもこの時はね新聞記事ベタだったの、うん、今さ一面ですようん、うん、いやすごいなと思いますよだからみんなが その中では、あの、訴訟のために顔を出して、記者会見をした人たちもいるし、その中で亡くなった方ももうすでにいらっしゃいますが、そういう人たちがコツコツと積み上げてものが、新聞の一面になって、そして最高裁が、で、これ実はあの、札幌高裁はまだ、えっと、控訴して最高裁まで行くんですけど、同性,あの同性婚っていうのは何かっていうと、結婚の問題ではなくて、平等の問題で、さっき言った対応性の問題っていうのは対等性の問題なんだ、問題なんだっていうのと同じように。 平等の問題として考えた時に特権でも何でもなくてあなたがやっている本当に人が片割れがなくなった時にものすごく悲しいその思いをどうするのかでその思いをなくなろうとしている時に病院をどうするのかっていうあなたが受けている社会的な恩恵それは何かというと税金を払ってる社会的な責任を払ってるそういう人たちが受けていると同じものを僕たちもやっぱり私もしくは私たちも 享受さ,させてもらうのが当然じゃないかというふうな訴えなのでそういう形ではしこ,この犯罪被害者の給付金の問題に関しても<ー>まあ今回の個別の例ではなくて悲しんでるのは一緒だからどうせも,もう一生も関係ないんだ民法その犯罪給付金の問題に関しては犯罪被害者給付金の問題重婚の人だとか。 近親婚の人だとかっていうものに対しても、給付されることがあるんですよ。うん、そういう意味では、どうして、でも同性だっていうことだけで排除されていたっていうことは、やっぱり最高裁はやっぱりおかしいと思った。それは当然の流れなんだろうなと思います。それは、これから個別の個々の問題に関しても、随分と影響してくれるし、うん、最高裁の判決は、これ、他のことは関係ありませんよとは言っているけれども。 絶対これは同性こ,この平等の問題に関しても当然響いてくる司法の流れとしてこれはもう変えられないと思いますね90年代からずっとパレードやマーチが続いていて、はい、今司法裁判所の前を今歩いてるところで でそこから国会に向かって今歩んでいるところなんだけどもそこに国会の人たちが早回りしてマーチンにジョインして立法するということはしてもいい、うんねね、わけですだからそれは町のフェーズじゃなくて議員は当事者性の問題として早期に取り組んでほしいですよねす僕ねアメリカでずっとそれを見てきたのよ、うん、93年から95年十五年の,あの最高連邦最高裁がねその前に今犯罪ではないっていうふうになったんですそれ全部見てきた。 同じことをもう一回僕日本で見てるもうのすごく嬉しいですよこれ、うん、いやこの人生いいなと思ってね、うん、そんなエポックメイキングなことが2度も行われて起こるっていうのはねみんなそれをあの楽しみましょうと言いたいですね。 佐藤さんこの同性婚訴訟やいわゆる同性婚訴訟や結婚などをめぐる平等についていかかがででしょうかそうそすねあの、まあ、憲法24条1項の,その婚姻は両性の合意のみに基づいて成立すると。 この、こ、この解釈がね、あの、同性、同性の結婚、同性婚を否定したものではないんだと。つまり、まあ、家制度での婚姻っていうのを否定して、あの、結婚っていうのは自由意志で、当事者の自由意志で婚姻することができるんだっていうふうに解釈をしたっていうところが札幌交際判決の一番肝で、でねうん、今まではその憲法14条のその法の下の平等とかそういうところに違反するっていう判断しかなかった。だけどやっぱり24条の1項をこういうふうに解釈する判決が出たんだっていうのは、 私もずっとここはあのそ,そうすべきだと思うそういうふうに解釈すべきだと思っていたのでうん、うん、衆議院法制局はそれ言ってたんだよね昔そうなんですか国会ではそういうふうに衆議院法制局は、うん いやこうついにこういう時代になったんだなと本当に感慨深く思いました、うんそ,れね、それであの、まあ、1年前にほら首相秘書官の性的少数,、ね、数者の方々とかあるいは同性婚に対する差別発言っていうのをして、うん、まあそれから本当にもう政治がちゃんとあの前向きに取り組まなきゃいけないだろうと私、まあ、どっちかというと政治記者でやってきたので割とこの問題をあの丹念にフォローするように心がけていて自分なりにですけど。<laughs> 全然もないですけど皆には院内集会はこの間1週間ぐらい前にありましてあれも現場に行きまして X を見てたら北丸さんもいらしてたいらしたんだなと思って X を見て知ったっていうんですけどあれも非常にいい集会で当事者の方々とあと議員の方々といらしたんですがご承知のとおり主要政党では自民党だけが同性婚に反対してて公明党も含めて賛成なのに自民党が反対してるから先ほど 先ほどの、まあ、特に安倍派を中心とした、ね、非常に保守性の強いあの議員の方々がやっぱり反対が強いですよね、そこのバックにはいろんな事情があると思いますけども、ただあの自民党で何人か議員の方が来られていて、党としてはまだまだなかなか進まないけど、私はやりますとか、僕はやりますって、ね、です発言なさった方が、数人いらして、うん、本当にあ 自民党でまあ、若,若手の議員ですよね、ねだからやっぱりこれってやっぱり世代間の問題でもあるんだなと、うん、特に自民党においては。でも、党議拘束なんですそうなんですよね、いいよねだから若い人たちはあの自民党の中でもあの確実に意識が変わってきてて、ただ、おじさんたち、おばさんたちを説得できないんで、なかなか動かないっていう状況があるんだなというのは、うそれは単にイデオロギーの話だけでなくて、いろんな評伝であるとか、はい、それからまあそれまでの、今までの 関わりどういった勉強会に属してきたのか、うん、どんなメディアに出てきたのか、いろんなものが影響していいると思います、うん、あともう1個だけ言っていいですかあの、そこの院内集会でも出てたんですけど、まあ、あの政府の反応がね、その札幌高裁判決が出たあとに注視しま、まだ最高裁判決が出てないので、うん、注視していきますっていう言い方を、もう揃えて、もうみんなおしなべて、そういう言い方をしてるんですよ。うんうん、でこれっってて最高裁の判決が出るまでで政府は動かかないんですかって 政治はじゃあ司法,司法よりもやっぱりダメなんですかと劣ってるの何もできないんですかっていう話ですよね、うんで。そこの集会でもあの随分あの大学教授の人とかがこう丁寧に解説してらっしゃいましたけど、地裁、うんうん、判決今まで6件で出てて、まあ、1件5件以外は違憲か違憲状態判決ですよね。で、そのほとんどみんな違憲状態判決であっても共通してるのは、やっぱりそれはこれは憲法違反だっていうところが共通してて、ただいろいろ国会が LGBT 法案とかいろいろやったりとか。 してるので違憲状態にしてるとかそういう形で違憲状態にしてるだけであってこれは同性婚を認めないのは憲法違反ですよっていうところの判断では違憲状態判決であろうと共通していて、うん、少なくとも地裁レベルで6件中5件違憲と違憲状態判決が出ているのに。うん それでも最高裁の判決が出るまで動かないんですかと政治は注視し続けるんですかと、うん、いうことですよね、ね現それはあまりにも情けない。権利侵害がされているという点では、確実に証明されているわけですよね、うんうん、そうですこれはよあのひ,どいひどい話で、そこはちょっと一言言いたかったすみません。うん 他にもたくさん論点いただいているので,、はい、でまず窓の外さんありがとうございます。ありがとうございます今月、私が気になったニュースは今月13日の東京都議会予算特別委員会で知事は厳しい質問に答弁していないなどとする発言について取り消しを求める動議が可決されたことです。全国ニュースとして大きく取り上げられてはいませんが立憲民主党議員の小池都知事批判発言を都民ファーストと自民党と公明党が不穏党として 取り消し道義を可決したもので東京ローカルテレビが配信しているニュースの動画でその一部市場が取り上げられその異様さに心底恐ろしくなりましたもっと広くピックアップされるべきだと思いますいただきました続いてラジオネームぬるまゆさんですどうもありがとうございます 大谷翔平選手の元専属通訳水原氏のギャンブル依存症のニュースはメディアの水原氏の人権に無配慮とも言える報道に恐ろしさすら感じます。仕事の功績はなかったかのような。これを機に IR 事業への懸念点やギャンブル依存症がどれほど深刻な病気であるかを当事者とその周りの関係者のケアも含めてもっと知りたいですといただきました。はい ラジオネーム天音さんありがとうございますありがとうございます今月の気になったニュースはウンル w 向け資金拠出再開へですうん、うん、ああよかったと思いますうん、うん、ウンル w のラザリーニ事務局長が来日し上川外相と会談した後に再開を固めたとのこときっと直接会談することで分かることがたくさんあるだろうと思いますでもそうしなければ資金拠出再開を決定できなかったのだろうかとも感じて複雑な気持ちになりましたとてつもなく大変な状況のガザー その全住民の生命線を担っている組織の方が来日し説明しなければ再開できなかったのだろうかといただきましたそしてラジオネームうさしゆんさんからいただいたメールどううもありがとうございます私が特に不安に思ったニュースは敵基地攻撃殺傷能力のある武器の輸出を閣議決定でちゃっちゃと決めてしまったことです。 これは国防に関する相当な大転換であるはずなのに国会できちんと審議するでもなく広く国民の意見を聞くこともせず政府が勝手に静かに決めてしまった感がありますまたそれに関して大した報道もないとても怖いと思いましたラジオメイムない方ありがとうございます今月気になったニュースは小林製薬の紅麹サプリです 特保ではなく、機能性表示食品です。と、子、はい、は高らかに宣伝されることが多い、機能性表示食品の闇を見た思いがする今回の事件。うん、複数の死者、製造工場が既にないという報道、広がる被害、うん、徹底的な事件の解明が必要かと思います。と、いただきました。続いて、 ジュリーママさんからメールありがとうございます。今月のニュースで私が一番気になったのは、離婚後共同親権の国会審議入りです。ちょうど今日導入に反対の方々が国会前でデモをされていますが、法制審で強行採決するはパブリックコメントは非公開だわ、内容以前に強引な進め方が恐怖ですとってます、はい。たくさん論点いただきました。はい、佐藤さん、いかがでしょうか。 れも気になりますけど、その武器の輸出ですね、おそ、はい、らく戦闘機の輸出のことをあの、うん、おっしゃってるのかなと、ですこの実際に輸出するとき、まあ11年後ぐらいに輸出するときはもう一回決めるからと言ってますけど、そういうふうにしたとで、本当にもう国会議論っていうのがほとんどなくって、まあ、手続き的には NSC っていうところの4大臣会合で決めればいいので、国会にかける必要、国会承認ってのは必要ないんですけれども、 うん、まあでもこれまでまあ一応平和国家と言ってきて憲法9条があってで武器はなるべくまあ輸出しない抑制的にやっていくっていうことでやってきたのがまあだんだん安倍政権以降そこが方針転換してまあ日本の安全保障に資するなら武器を輸出しましょうって言ってまあ少しずつ恐る恐る少しずつやってきたそれがもう去年の年末からこう殺傷力のある武器をこうどんどん輸出するっていうのが ちょっと加速していて、ついに戦闘機を出すっていうことを、まあ、与党合意ですよね、えーと、自民党と公明党で非公開で協議を何回か重ねて、で、公明党が最後にいろいろ歯止めをね、まあ、政府から勝ち取って、えー、一応決定はこの次の次期戦闘機だけにしますよとか、えー、戦闘地域ではあのには送りませんよとか。 あとなんか日本が協定を結んでいる15か国だけにしますよとかほとんど歯止めにならない歯止めをまあ勝ち取ったって言ってまあやったとでもうここ数年この政策だけなくて安全保障政策で割と与党合意だけでやっちゃうっていうのがまあ安保法制の時ぐらいからやっぱり始まっていて与党でやっちゃって国閣議決定してあとは国会はもう非常に形骸化した空洞化した議論でもう政府が同じことをこうオウム返しのことのように言うと。 である人言ってたのはやっぱり安保法制で味を占めたって言ってましたねやっぱり政府がこのやり方でねあこのやり方でやれば国会で大揉めにならなくて昔の,あの安保国会みたいな大揉めになってねあのこれ国会前でデモ,デモがあってみたいなことにならずに済むからあこれで与党,がもう与党の了解だけあの院外でね国会外で取り付けておけばあとは国会はもう。 同じことを、ね、あの噛み合わなくても何でも答えればいいんだってこのような手法ができるんだっていうことでこれを対応してるっていうのがうまあ今回の戦闘機の輸出でも同じことをやってきたなという。でこれって今国民の世論調査でも 最近のちょっと最新の数字は分かりませんけど、まあ、拮抗してますよね。賛成と反対とかなり割れてて、うん、歯止めをつけて賛成ですかっていうとかなり賛成が増えてきてはいるんですけども、なかなかさっきも報道が少ないって言いましたけども、やっぱりまあ政治とかねの問題もあって報道が少なくて、やっぱりその国民の理解っていうのが追いついてなくて、非常にまあ安全保障で難しい話なので、うん、戦闘機なんてみんなそんなに縁がある話ではないですし、 だから全然議論が足りないままにすごい大事をこう勝手に決めちゃってるっていうのがまあちょっと続いてる。うん、で、そのすごく象徴的な例が今回の戦闘機だなと思いました、ね。逆に自民党の裏金問題が我々の目を奪ってしまってるっていうところもありますよね。はいはい、まあそうですね、それはありますね。うん、自民党えぐいですね、そう考えるとね。<laughs> うん、共同親権とかもね大きな問題で、本当政策的に大きな問題がすごくたくさん今動いているんだけれども。うん なななかかかそこに目が行いとかメディアの目が行ってないということですね、うん、皆さんは、ね、リスナーの方がおっしゃったように皆さん見てらっしゃるんだけどうん、うん、メディアの目が行ってないってということで、ね、ミサイルが飛び交いドローン攻撃があり空爆が行われてるあの映像を見にし,、うん、しているときに2つの撮り方があってだから我々も戦争の準備をしておかなくて危ないんだっていうのともう1つはだから我々は戦争が始まったら全部終わりだっていうことを知ってるからいかにして戦争を、うん 起こさないいよううにするかっていう2つの見方があってでも日本の場合はだから一生懸命準備しなくちゃいけないんだっていう方にばっかり走っていて一度たりとも憲法9条をもとにして平和外交を世界にっていうことを言ったためしかないんだよね日本政府って実は日本政府っていうか自民党政府は。うん、でおまけに11年前にあの野党時代の安倍さんがね「うんえー、みっともない憲法ですよ」って言ってから憲法9条の集会がね自治体によって拒否され。 あの政治的だって言ってだめだって言われ、うん、そしてそれから、そういうふうないわゆる平,平和ボケだとかお花畑だっていう言葉がそが、平和外交に対して言われるようになってしまったで、それが今になって続いているということなんでしょうね。う これからはその防衛増税と防衛費の倍増という話が待っています。で,すね、で、あの、防衛をめぐる議論としては当然一定の例えば抑止力であるとか、あるいは外国と法律を整えるなど、テクニカルな論点といいろいろあるのですが、それらの論点が存在するということと、だから国会での議論を軽視していいかっていうことは全く別問題なんですよね。そ,ねそれも含めて合意した上でこういった国にするというふうになるのであれば、その形の範囲内で国防についても考えるというのが政治のあり方として、まあ 重要となってきますその他今後で言うと入管法改正案の閣議決定であるとか、うん、日本版 DBS 閣議決定であるとかれ、ね、それから、ね、あのいろんな動きというものが続いています、はいはい、これはあの実際閣議決定されたらそれで確定というわけではなくその後じゃあ国会でどう議論されるのかどんな追及があるのか必ず議会で、ね、あの問われるようなところでもありますので我々の論点我々の議会という形で見ていきましょう。 今夜はニュース座談会ジャーナリスト北丸裕二さん毎日新聞論説委員の佐藤千子さんとお送りしましたお二人ともありがとうございました,ま,したまたよろしくお願いいたします